わざと数日かけるんですよ。男旅、そしてこうスウェーデザインということで、ローソンさんが普通に昆布醤油味を出したらやるデザインをあえて避けて、なんかやっぱり自分がデザインする男旅のこのコラボだからこそのあのデザインにしたくて、あのちょっとまあ僕自身すごくファッションが好きだったりとかするんで、チェック柄を入れたりとか、あとはまあやっぱりWe Love北海道はしっかり入れたいなっていうのがあったんで、これはこだわりの部分です。で、一番後ろにはこうバックパッケージはメンバー、男旅メンバーで、みんなの顔に近くなってると思います。だいぶ我ながらこう結構似てる唐揚げくんファンの方にも、そしてまだこう唐揚げくんをあまり食べたことない方とかでも、この昆布醤油味はまたちょっと大人の味というか、あのさっぱりしてるんで、こう普段あまり唐揚げを食べない方は一度騙されたと思って食べてみてくださいよ。で、何よりもこのやっぱパッケージ、これはもう北海道限定なんで、ぜひあのそうですね、唐揚げくん食べた後もシャメしてほしいな、せめてぜひ食べてください。お願いします。